こんにちは、横尾マークスです。今日は、いつも僕が行っているブックオフプルブ、あ、ブックオフプラスというところなんですけど、そこに行って、まあ、買ったものを紹介します。まあ、ちょっとお待ちください。はい、そこに行って買ったもの、まあ、またプラレール商品なんですけど、すんごい念願なんですよ。まず車両です。開封動画一個一個、声なしでやっていきます。車両は5両、あの6両編成で買いました。前にも行ったお店あったんですけど、あずさです。18時休憩ですね。で、中間車もゲットしました。前に行った時はね、これだけしかなかったんですよ。なので、買う気にならなかったので、結局買いませんでした。今日行った中間車もありました。で、これもありました。同じ車両なんですけど、何が違うか分かりますか？下の車種ですね。こっちは水色で本当なのか、こっちは茶色ですね。こっちもかっこいい気がします。買いました。こっちも動作確認済みで800円ですね、こっちは。こっちは500円。105円です。あとはレールを5本買って105円ということで買いました。買ったレールはトーマスのこれなんですけど、まあ、駅の、僕は今レイアウト作ったんですけど、その駅に使います。実際はトーマス持ってればちゃんと行きますね。あとこれ、何が違うか分かりますか？普通のレールと同じじゃないんですよ。今のやつはギザギザが生えていて、って音なんですけど、こっちは、音が違うんですよ。ザラザラ、ツルツルしております、どっちかっていうと。わかりにくいと思うんですけどね。見えますか？今ここギザギザなってますよね。横にこうやって。なんですけど、買ったものはこんな感じなんですよ。ザーザーしています。これをまあ使います。まあ今日は、買ったものの紹介でした。終わります。